たかゆきチャンネルセカンドです。元気ですか皆さん。本日2本目というわけでね、びっくりしましたよ。ハマッコジャパンさん、俺いつも毎回見てるハマッコジャパンさんね、桃色クローバーのチャイマックスっていう曲をこうね、自分なりにアレンジして曲を自分で作って、で志村けんのね、こう真似してね、替え歌でねやってた動画があるんですけど、あれね、なんと番長のファイナリストに選出されたらしいですよ。すごいっすね、ハマッコジャパンさん、おめでとうございます。すげえ、なんか同じね、こう YouTuber としてのね、なんて言うんだろうな、こう同志として嬉しさがこうひしひしとこう伝わってきますよ。実際ね、あの動画めちゃくちゃ面白いっすよ。なんかね、メグインさんもあの動画にコメントしてたんだけど、努力がすごいって、努力がすごいね、伝わってきますよ。かなり凝ってますもん。あそこまで顔とかね、メイクとかして、で、なんか黒巻き撮影とか、あとね、こう体張ってんじゃないですか、焼酎とか口の中入れてブワーって吐いたり、あそこまでやってるの、やっぱりね、選ばれる価値ありますよ。すごい、あの動画は面白い。皆さんもね、ぜひね見てみてください、ハマッコジャパンさんの動画。で、なんかハマッコ番長に選ばれる前は500回ぐらいの再生回数だったんだけど、選出されてからもう2000回以上再生回数上がっちゃってますよ。すごい、やっぱりすごいよね、 YouTube ってね、あっという間だよね。そういう噂が広まるって言うんだっけ、そういう、まあ、そういうね、伝わる力っていうのがすごいっすよ。いやー、おめでとうございます。バイバイ。